ジャコモ・ディキリコは、イタリアの画家である。イタリア南部、現在のバジリカータ州のベノーザの大工の家に生まれた。ディキリコが3歳の時、父親が亡くなり、恵まれない子供のための学校で学び、家計を助けるために、床屋で働いた。彫刻家の修行をしている兄から絵を学び、趣味で絵を描き始めた。客の肖像画が評判になり、地元の人々から注文されるようになり、 画家になる決心をした。ベノーザの町から奨学金を受け取り、ナポリ美術アカデミーに入学した。1865年からデビーボなどに学び、美学者のフランチェスコ・デ・サンクティスからは文学を学んだ。1868年から1871年の間はローマで修行してナポリに戻り、ナポリにスタジオを開いた。 人物画を得意としたが、代表作の一つ、バジリカータの結婚式は、パリやウィーン、ミュンヘンで展示され、パリのグーピル商会に買い上げられた。多くの作品がグーピル商会で展示された。イタリア王冠勲章を受訓し、1877年にナポリ美術アカデミーの名誉教授の称号を得た。ありがとうございます。